FH-2000 の褒美及び、装填装置形陰状態の FH-2000、FH-88155mm 榴弾砲は、シンガポールの ST エンジニアリング社が開発した 155mm 口径の榴弾砲。また、FH-2000 などの発展型も開発された。FH-88 は、シンガポールが初めて自国で開発した榴弾砲である。 シンガポール陸軍においては、1973年より、ソルタム M68-155mm 榴弾砲が、1982年より、その改良型である、ソルタム M71-155mm 榴弾砲が、運用されてきた。しかし、これらの榴弾砲は、運用に多くの人員を必要としており、比較的小規模な同陸軍にとっては、負担が大きいものだった。 このことから陸軍はより少人数で運用できる榴弾砲を必要としていた。当時輸出市場にはこの要求を満たす方が存在せず、またシンガポール政府として独自の兵器開発力の獲得が望まれたことから ST エンジニアリング社による開発が決定された。開発は百八十三年より開始され、百八十七年より量産に入り、 翌年より、同国陸軍での運用が開始された。本砲は、後継、砲身長は、ソルタム M71 と同等で、6輪の砲がを備えるなど、外形上も類似している。しかし、より優れた発射速度を備えるとともに運用人員も削減されており、同国陸軍の要求を十分に満たすものであった。FH-2000 は、 FH-88 を元に開発された発展、改良型として、1990年より開発された。改良点としては、下記の点がある。1997年3月9日、後発事故が発生した。事故は、ニュージーランド北島のアイオール基地において、シンガポール陸軍砲兵隊、第23大隊が、実弾演習を行った際に発生し、 二名が死亡、十二名が負傷した。負傷者の中には、ニュージーランド軍から派遣されていた連絡貸し官も含まれていた。事故は、砲弾の新艦の欠陥によるものと結論された。SLWH ペガサスは、FH-88 及び FH-2000 の技術をもとに開発された、軽量榴弾砲である。FH-2000 と同様に、 APU を搭載しているが、28馬力とより低馬力のものとなっている。方針長は FH-88 と同様の39後継長であるが、方がアメリカ製 M100-205mm 榴弾砲と同様の短脚式で FH-88 や FH-2000 よりも軽量となっている。ありがとうございます。